ディエゴ・ハビエル・ジョレンテリオスは、スペイン・マドリード州マドリード出身のサッカー選手、リーズ・ユナイテッド FC 所属。ポジションはディフェンダー、スペイン代表。レアル・マドリード地元のクラブを経て、2002年7月1日に、レアル・マドリードの下部組織に入団した。その後は、順調に昇格していき、2012年から、レアル・マドリード・カスティージャで、プレー。 2013年6月1日に行われたプリメーラディビシオンのオーサスナ戦でトップチームデビューを果たした。ラージョ・バジェカーノ分厚い選手層に阻まれトップチームに定着できず2015年7月14日ラージョ・バジェカーノに1シーズンの契約でレンタル移籍。2016年1月3日のレアル・ソシエダとのホームゲームでプリメーラディビシオン初得点2から2の引き分けに持ち込んだ。 主力として、最終的に33試合に出場。その活躍から完全移籍や売却などはされず、シーズン終了後に、レアルマドリードに復帰。マラがさらなる経験を積むため、2016年7月8日、マラが CF へのレンタル移籍が発表された。契約期間は1年間。レアルソシエダ2017年6月26日、レアルソシエダに移籍した。 契約期間は5年間で、2020年までは、レアル・マドリードに、買い戻しオプションが付随している。リーズ2020年9月22日、レアル・ソシエダは、ジョレンテが、リーズ・ユナイテッド・ FC へ移籍することを発表した。9月24日、リーズ・ユナイテッド・ FC もジョレンテの加入を発表し、4年契約を結んだ。2016年5月、ビセンテ・デルボスケ監督から、 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表との親善試合の際に招集された。同月に行われたスイス代表戦でに代わり途中、出場、代表初出場となった。2021年5月24日、UEFA ユーロ2020を戦う、スペイン代表に招集された。ありがとうございます。